ムクです。オッケー。これ邪魔だよ。あ、これこっち置いて。邪魔。あとゆっくり引こうか。はい。欲しいなそれ。え？これ全部揃ってるよ。流れちゃったよ。全部揃ってる。あれ自分たちのレコードってみんな自分たちで持ってないの？レコードプレイヤーがなくなったと同時にどっか行っちゃって誰かにあげちゃったかもしれない。あ、そう。回ってる。あ、ということで今日はカシオペアを迎えしております。はい。イエーイ。ということで今日はクラスメートの庄司君をお招きしております。イエーイ。卵。今日なんかあの卵高校。いや、集中力と緊張力がなんか。ちょっとなんか微妙に ね, ねないよね今日、うん、どうやって話を持ってったらいいんだろう。とりあえずあの触れちゃいけない過去だけは触れないようにみんな緊張してようっていうそういうようなあの展開をしなきゃいけないなって、うんうん、触れたらお互い様だぜなんかドーンと来たドーンと帰ってきたって危ないねお任せします。お任せします。大体あれですよね。じゃ あ, あの話のとっかかりとして、まあ、向谷実先生、はい、一番最初ですよね、そのノロと、ね、ノロさん。だから昔カシオペアっていうのは僕が入った時に、その前にもう一人小池君というキーボードがいたんだけど、ね、ビクターの小池君、まあ、そう、ビクター小池。ただそのレコードデビューする前から僕入ってるからそうだよ、ね、で同じエリアだったでしょ。グループロックっていうのがあったよね。 ありました、はい、あの頃の、いろんなアマチュアバンドの、中にそのカシオペアの原型もいたし、僕は違うバンドでちょっとお手伝いしたりして、そうですよね。で誰かの友達のうちですれ違ったりとか、ええ、そういう非常にローカルだね、うん、ローカル。そう、初めて会った時にすごいですよ、うん、もう30分ぐらいね、わーって喋ってね、じゃねって俺のアイデンティティ、今のなんていう人とか誰でも山部です。僕もなんだっけ、あのノロ君に最初にあのなんだっけな、あの誘われた時にコンテストに出るとなんだっけ楽器がもらえる。あ、そう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 、うん、なんだっけ、ヤマハのイーストウエストで、うん、で楽器がもらえるって言われて、でなんかこれがどうのこうのどうのこうのって言われて、でその桜井君とかも一緒だったから、そのコンテスト出たら賞を取っても紙しかくんなかったんですよ。騙されたの時はなかったんだっけ。残ったあの時、そう、何もくんなかった。あれギターもらったこと、ギターはね、その前の年に出たの、1回目。そう、2回目は、2回目は商品がなくなっちゃったんだよね。トロフィーだけだった。確かにカシオペア僕入るときに末野君に言われたことってね、チックコリアみたいなバンドやってるからって言われたの、うん、で渡された譜面がミッドナイトランデブだったっていう、うん、どこかすごくチックコリアっぽくて感動しました。もともとあれだよね、その前、あれその前後で一緒になってるんだっけ。そうだね、ノロさんとはカシオペアっていう名前ができる前から一緒にセッションしてたから。でもその頃のイースウェストの僕らの審査員をしてた先生がこちらの方ですからね。成瀬さん、はい、成瀬さんです、うん、どこに向かってんの。いや、もうなんか彼らはこれですね、ライトがついてるやつですか。あ、聞いちゃった。そうそうそう、僕ら高校生の頃にそうそう、だからこれ長いんですよ、この話、この同窓会って同窓会って、うん、で高校生の頃に成瀬さんのそのちっちゃなねスタジオ、もうなんかえらいこう階段トトトトと上がってくるちっちゃいスタジオであの練習してるところ僕見に行ったんですよ。俺のスタジオでやってみたいな言い方だったちっちゃいカシスタジオで、ちっちゃいカシスタジオバンドスモーキーメディスンでね、そうチャーガン、うん、時に来たって言うんで、さっき話しててさ、そういえばあのなんか変な小賊が来たの覚えてる。小賊になっちゃいますか。高校だよね。高校1年生1年ぐらいのね。じゃあが高3でね。そう。そうそうそう。よかったよかった、見せてもらった。そうか。いやー、うん。いや、そう言うけどね、俺今日カシオペアに遊びに来たみたいだもん。昔こうやってよくな。うん、何ここで練習やってんのとかさ。そういう感じだよ、なんかね。うん、もうそれはもうだいぶ前の話じゃないですか。そうか、まあ、90年代になってからもうだいぶ経ちますからね。90年も終わりますからね。そうですね、成瀬さんもう7年ですか。7年、石の上にも7年よ。あっという間やね。あっという間だね、うん、今日不思議でしたよ、カシオペア見てる僕が俺なんか不思議だなとか思って、でこの番組でね、これだけね演奏しなかったの初めてだし、でなんか知ってる曲だなこれとか言いながら見てて、面白いな。でもミントクラブって番組もなんかさ、昔出したミントジャムスってアルバムあったよね、ほら、うん、でもミントジャムスってあれみんなのほら頭文字をこうバラバラにしたんですよ。ああ、そうなの。だからみんなのローマ字の、ローマ字じゃないね、英語の頭文字よ、ミノルムカイヤで MM でしょ、うん、で一世の IN、うん、
明人真一、うん、それから桜井哲夫 TS これ全部合わせるとあれになるんだ。ほう、うん、どこだっけあるよね、うん、ちょっと待ってね、また出るねネタが、出るねネタがこれこれ結構いいよね、これ、うん、これはヨーロッパ向けに出したライブなんだけどスタジオの音っていうやつ。いや、もともとほらミントってさ、ミントコンディションとか楽器を言うときにこう最上級のとか上質のっていう意味があるのよ。これなんか考えたのがあのイギリス人だったんですよ。うん、バラバラにしたこれちょっとおかしいですね。いいですね、ジンボちゃん。あのなんかガラスにこうカメラが覗きたいと何してたような。どれこれ、あ、向こうだ。あ、これね、ちょっとね、影の具合がたまんないよね。これ反射しちゃうかもしれない。これね、これ大丈夫です。この中央部分、顔のこのモダイキーボードは相変わらず。これ相変わらず。これやっぱプロの顔ですね、これはね。これね、ちょっとやらしいよね。うん、そうだね。エッチ系だよね。ちょっとあの、稲川淳二入ってるから。痛いこと言ってるよね、みんなね。これはなんか少年のような感じだ。もうでも今日はまあそのネタに言っちゃうと思うけども。全然違うよね。全然違うっていうか、もういっぱいあるけどさ。違う人いる。ほら。どれ？もう何とでもいいですよ、僕は。さばいてください。別人。もう俺いっぱいあるんだけどさ。うわ、これ2枚目だよ。これ2枚目。2枚目ちゃんと写真ないんだよ、これ。後ろじゃない？こんなん知ってた？知ってるよ。あ、これ知らないのは君だけかもしれないよ。あ、これ。12インチシングルね。これないわ、これ。これもすごいよね、これ。サンダーライブ。これがね、その直す前のサンダーライブ。これひどいっしょ、これ。オリジナルジャケット。あ、ジャケット。そう、あ、これもルイジエンみたいな感じなんだ。豪華三色釣りですよって感じだね。ロストワールドかと思っちゃった。猿の惑星みたいな。すごいよね、これ。え？このジャケット。これ？みんななんかほら、ずっとさ、ほら、長い間原始人生活って髪が切れなくなっちゃったみたいな感じになってる。ここか？ね。一応ほら、サンダーライブってほら、これあれだよね、ジンボ君のデザイナーをちゃんと考えてね。そういう意味まさか投げたんだよね。ジンボ君の。投げてたっけ？彼の生まれて初めてとかデビュー作のこれだったけ、僕のデビュー作なんです、これあのプロデビュー、確かね、このアルバムで。あ、お母さんかお父さんがね、すごい嘆いてるの覚えてます。息子のデビューがこれじゃーって言ってこれ、僕の親もやっぱりそう言うと思いますけどね、これまあでもこれだからそれで変わったんですよね。それで変わったのが、あっさりしたジャケット、ね、変わったのが、さっき CD で、あれどこ行ったっけ、そうですね、ちょっと待ってね、ちょっと、よいしょ、はい、これね、間もなく変わっちゃったんだよね。本当ですね。結構早めに変わったよね、これ、うん、あまりにも。あれはね、誰が、あ、これです。あ、これだ、これだ、これだ。すごいシンプルだ。これですね、まあ、これに変わりました。うん、ええ、あの、これが前。かなりインパクトがなくなったっていう。これでまたね、こっちの方がでもインパクトある、ね、こっちの方がやっぱりインパクトあったんだこれって思うよね。これってほら、なんかこう、パッパッとこう CD 選んでる時にさ、うん、うん、これって、これはこうなんか選んでる時に、これは何だろう。そうね、目を引くものがね。ジャケットこっちに戻そうかね、そしたら。うん、こっちがやっぱりもしかしたら今だって別にいいじゃん、これでも。やっぱね、カシオペアを長年こういろいろあの持ってらっしゃる方はですね、この両方をね、やっぱ持つのがなんか、あ、コレクターズアイテム。コレクターズアイテム。まあ、レアものみたいな。デビュー版も違うジャケットだったんだよね。デビュー版最初あれだったよね、あの薬が空からこうバラ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 飛んでくる。あのね、テレビの画面の上に錠剤をばらまいたやつを、で、その画面にはカシオペアのメンバーが映っててっていう。あ、そうそうそうだそうだ、はい、これなんか荒れた画質のやつだから、なんか全国薬局薬店で発売中みたいな薬漬けみたいな。それもあんまり良くなかったんですよね。あれもそコロッとか変わったのが、その元々のやつはないんだけど、うん、どれに変わったんだっけ。これ変わったらね、これあれどっち、こっち変わったのがこれ、1枚目がこれ、うん、これで裏がね、またなんかね、裏これなんでレーサーの格好しなきゃなんだよ、未だに分かんない。これって結構ね、オリジナルの1枚目にもあったよね、あの何パターンも撮って、うん、でそれの中のきっと使わなかったやつがやっぱりこっちの方がいいって言ってこっちになったんじゃないかと。これ、ま、これみんなこれねえ、人生半分前でしょこれ、うん、人生半分前、20年、そうだ、20年前デビューアルバムだもんね。
まあ、やっと5月、79年5月でしたっけね、うん、当時としてはほら、まだフュージョンなんて言葉なかったよ ね。いや、出始めた頃、出始めた頃だっけ、うん、それでね、東京フュージョンナイトとかね、あったね。でもそれ、この頃まだクロスオーバーの頃じゃなかった、クロスオーバー、うん、フュージョンってなかったかもしれない、なかったよ、クロスオーバーって言われてた、うん、ね、うん、そんななんか言葉なくて CTI レーベルなんかで結構ボブ・ジェームズ、うん、ちょうどだからこのデビュー作が出た直後ぐらいに、うん、そのフュージョンっていうのがあのなんていうのジャンルとして打ち出されてきて、うん、でもうカシオペアはもう君たちの音楽はフュージョンって言うんだよって そうですか村井さんじゃないの、レコード会社の人がね、村井邦彦さん、やっぱそうやってこれからそのレコード屋さんの棚に置くからって、あ、なるほど、もともとあれその何フュージョンだとかなんとかかんとかだってそう別に思い込んで作ったわけじゃないでしょ、うん、勝手に好きなことやってただけなんだけどね、うん、たまたま歌はないし、まあインストルメンタルで行こうと、そう、たまたまね、あのいいボーカリストに巡り合わなかったっていう、うん、歌はちょっとずつありますけどね、厳密に言うと、うん、そんなちょっとずつありますけど、でもきっとね、あのすごいこれはいいっていうボーカルの人がもしいたら、あのこういうふうにやってなかったと、おお、本当に、だってそしたらさ、あれだよ、あのなんだ、ノル君がそのサイドにいるってことになっちゃう、そうですよ、やっぱ前にビッて弾いてんじゃないですか、いや私はバンマスとしてだって前やってたもんね、うん、だ要するにカシオペアができる前にボーカリストと一緒にアマチュアバンド結構やってたもんね、うん、でもあのジャンジャンとかね、あ、そうだね、それ僕も見たり聞いたり、あのラビちゃんね、うん、やつだよね、そんな話もあった、でもこの人は高校1年の時にね、どんなバンドがいいって言ったら、うん、そうだな、僕が5人いればいいなとか言ってた帰れ帰れなるほど、その手伝いがいそんなこと言ってたわ、なるほど、参ったなあ、参った、これは参ったな、でも16歳本当にあの多彩で、もういろんな楽器全部こなすんですよね、そうだね、全部できるもんね、さっきドラム叩いてたんだけど、すごい上手いんですよあの、ね、最近あの腕を上げてる、腕を上げて一曲持たないよ、うん、そう、体力的にね、持続力がない、持続力ないのねそう、でもこうやってほら、あの季節ごと、季節ごとってことないけど、セッションでみんなで遊んだりなんだりすると、だいたいギターはやんないよね、あ、そうだね、あ、他のパーツをやりたがる、ね、俺ドラムやりたいから、ね、必ずドラムね、あの普通のとこだとやらせてくれないからそう、ドラム入ってきて、ベース入ってきて、で最後にギター弾きまくる、なるほど、いうパターンかしら、そうですね、最近あまりセッションやってないよね、そうね、うん、皆さんこうお忙しくて、サーゲンジャーだっけ、あのなんつうかオデッセイ、ね、オデッセイ、その高校ぐらいの頃の仲間が集まってセッションとかやるとね、うんうんうん、なんかみんな頭だけでかかったよな、あの頃理論武装がなんかしちゃって、あ、言うことはすごかったな気がして、俺みんなすごいなと思ったもん、もうなくなっちゃったんだけど、なんだっけ、知ってる、三軒茶屋のオデッセイって、うん、知ってるってよく出てたじゃないですか、そうそうすごいローカルの会話、そうだからあの頃、要するにフュージョンっていうジャンルがなかったでしょ、うん、それでインストでこういうロックみたいなのやってて、それがこのカシオペアの母体と、あとスペースサーカス、いたいた、あとプリズムとかね、うん、スペースサーカス の、うん、あのベースの人岡野ね、すごかったよね、一緒に新宿ロフトで対バンやったことあるよね、ね、思い出した、今でも飛んでるよな、今でもね、現役でバリバリやってますよ、うん、そう、あとね、コズミック・レインっていうコズミック・レインってあった、ね、聞いたことあるな、ビリー・タザキっていうドラマー、そう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 、ビリー・コブハムみたいな、うん、そう、あそこのねそれでビリー・タザキそうそうわお、ギターの安山君っていうね、うん、あれはたまに電話かかってくる、寺内武さんのマネージャーやってる人じゃん、いや、あれシャープ5系のね、そうだっけ、うん、確かサイドギターやったりとかしてたんで、まあいいんですけど、ローカルだよ、だから聞いてる人何の話、ローカルになっちゃったっ、全然わかんないかもしれないいろいろテロップ入れとかなくちゃいけない、三軒茶屋っていうのは世田谷にある真ん中辺にあるところで、ね、そうそう、週末になるとみんな大体そこにこう集まってね、そうそうそう、でも昔はほら僕らがデビューする頃の70代もう成瀬さんもバリバリにもうプロ活動してたけど、あの頃って東京タイのライブハウス結構多かったよね、出始めだよね、今より多かったよね、今より、いや今の多いんじゃない、いや今のライブハウスはちょっと今僕らの出たことは違うじゃない、うん、本当の意味でのあの、うん、あの頃のライブハウスっていうのはこうなんかあの道場みたいなところがあって、うん、こう行くとこうセッションになっちゃって、うん、観客と一緒にこうなんかこう出ちゃったり聴いちゃったりみたいな、うん、そういう状況だったの、ね、そう、オデッセイなんてお金払ってやらせてもらうの、うんうん、あ、そうだよ ね、うん、ねで弾き始めると1時間ぐらいやめないやつです、ね、
まこっちゃんとかね。誰まこちゃんって。高橋まこと。でもその頃は成瀬さんはもうプロでバリバリでやってますもんね。バリバリしたから俺バリバリです。もうバリバリ破けちゃって昔からバリバリ。昔からバリバリ。あの奈良さんがあのイーストウェストの準決勝の時に審査員やってて、あのカシオペ気に入っていただいてね。それでアンコールなんて言った時に、なんとゴム帯なこちらの事情も考慮せずって曲がなくて出てたから、えらい狼狽した覚えがありますよ。成瀬さんに言われたってこと自体がかなりこうドシンと重い上にプレッシャー、曲がないっていうそのもう一個のプレッシャーで、で同じ曲もう一回やったんだよね。そうスワローだろ。スワロー。スワロー。スワロー。よく覚えてますね。あれやっぱ僕一つあのコンテストで悔いが残ったのはあのそのスワローっていう成功率の低い曲をあの最後の決勝大会でやめちゃったんだよね。ああそうだっけ。うん、そう。何にしたんだっけ。フライングって曲に書いてある。ああそうだ。それとミッドナイト。ミッドナイト。フライングしてね、うん、失敗しちゃった。フライングしてなんかめちゃめちゃ泣いちゃって、うん、あれがちょっとねやっぱ失敗してもやるべきだったかなっていうのが。そうね、昨日のことで言うな。ごめんなさいって言ったんだけど。でもこういうのってこうなんか引き金を引くとこううわーっと思い出すよね。そう、うわーっとね。そうですね。だってコンテストで審査員の先生がね、アンコールやれとか言って、そういうのって今ないよね。ゴム帯なんだよそれはだから。いやだからねあれ歌やったらよかったと思うよ。あの頃歌今でもそうだけど歌多かったから、うん、インスト少なかったよね。少なかったね。すごく新鮮だったよね。で上手いし曲もいいし、うん、ああすごいすごいって言ってもう一曲やれって、うん、曲ないですね。すいませんが。あそうなんですね。だからあの頃まあ今純朴君が入る前でしたけどね。で、うん、結構ドラムが、うん、そうだ前のドラムの、ね、流動的で、うん、佐々木君に固まったのは佐々木君の時だっけ。あ佐々木君じゃなかったっけ。いや佐々木が、あじゃあ、うん、そう予選が違ったんだよ。そうだ、うん、そう俺もそんなによく分かんなくて、うんうん、結構野呂さんの厳しさを見た覚えがある。あとねバックスバニーのステージにみんな呼んで2曲ぐらいやってもらったことあるんだよ。若いバンドでいいのがいるからっつんでね、ロフトに来てもらって、ね、そうそうロフトセッションずっと成瀬さんやってたんですよね。ああそれとは下北ロフト。下北ロフトは僕覚えてるな。バックスバニーの時に2曲やってもらったの、うんうん、そんなこともありましたね。ロフトとか懐かしいよね。ちょっと前みたいに話してるけど相当前なんだろ。相当前、20年は前じゃないか、うん、だってその時生まれた子がもう成人式向こうちょっと僕だ、うん、そうだよね。そう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 、やだな親父の話だね。その頃生まれた人たち働いてもしかしたらその辺であのテーブルにさばいてたりする。いやー金払え。そうだよね。
てますね。いや振ろうかなと思ってさ、やっぱりあのティム・ボガートは行きましたかみたいなさ。もちろんですよ。成瀬さん別名ティム・グラハムという。そうですよ。ティム・グラハム。いけねえ。グラハムさんとのステーション忘れちゃった。芸名。ね、芸名。横文字の芸名がある。そう。回ってるよ。ということで成瀬さんのルーツはあの今ティム・ボガート。ルーツっていうかルーツの一つかな。うん、いやルーツ。そうだな、ルーツだな。ティム・ボガート。また古い話あのベースはどっから来たんだろう、うん、これを見てる人が、よし、じゃあ僕もあれをコピーしようとか言って買うかもしれない。ベック・ボガード&アーピス。いや、僕もそうだったんですよ。これだからティム・ボガードが好きだったんだけど、日本にもティム・ボガードみたいな人がいたっつって、うん、それが成瀬さん。番組をやるようになってから結構こっち方面勉強になったね。勉強になってすごい強くなってきちゃって。レッドツェッペリンとか突然現れたよね。突然そうそう突然ずっと会いたいように来たよね。そう元々同じ大学の学校で一緒のフルバンやってたから。覚えてそれで誘ったんだ。先輩後輩だったけど卒業するとき一緒だった、ね、なんだっつうのまたよみたいなことばっかり言うんだよ。ほらあれだよね、渋谷のさ109の前そうそうそう、あの時彼が現れたの僕の前に現れたの109の前だ。あの時だから神保君を見てくれって言って2人をね呼んだんですよ。すごいドラマがいるって言うんで、僕らへえどこにいるのって言って渋谷歩いてたら109の前で彼の所属する某大学のビッグバンドがですね、演奏してたわけですよ。前でその？そう、109のオープンイベントだったんですよ。だからびっくりした。場所は場所、渋谷がだって渋谷から出てきたんだもん。元祖渋谷系だよな。そう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 元祖だ元祖だ元祖だ。確か彼が住んでるとこ、そこからもう本当電車で一駅でしたからね当時。ああそう、近くあの近くですよね、うん、あそういえば実家がねお母さんの実家またどんどん今日は遡っちゃうんだけど、この話したらね、うちの近うち古くから住んでるところなんですけど、はい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 、そこの近所にお母さんが若い頃住んでたんでね。そうなんですね。うち果物屋さんだけど、昔お母さんよく行ってたんですよ。なんてローカルなんだろう、買いに行ってたって話をしてね、いや実は古くから知ってるみたいな知らないから成瀬さんのお父さんすごく気前よくて、あのこう柿をうちの母はあの柿が好きだったんですよ、ええ、柿を買うと、あ、これも持ってきてらっしゃい、これも持ってらっしゃいっていろんなこうおまけをつけてくれそんな話あったのそれは古いわ。すごいな。それはついていけないわ。さあ、話を伺いだからそれで渋谷で出てきたんですよ。あ、そうか、いきなり。いきなりね、渋谷で。それでもうすごいバリバリのテクニックだったんでね。それでもう早速カシオペアにって言って彼を誘ったんだけど、うん、すごい渋ったけど最初。渋るんだな。やっぱりその将来を見据えてね、このまま学団員になった方がいいのか。値打ちはつけてんだよ。値打ちそうかな。なんか俺、僕思い出すけど、ノル君がなんかすっごいなんかね、進め上手っていうかなんかね、こう金銭をくすぐるようななんか言ったんだけど、忘れちゃったんだけど。そんなこと言ったの。でね、あ、これさすがノル君ね、うん、あのバンドの、ね、メンバー変える時も結構厳しいこと言うんだけど、誘う時もすごいこと言うんだなって、ちょっと今思い出せないんだけど、あ、それ聞かされたらなんか覚えてない？なんか。ノル君に。なんか言われたんだよ。で、なんか迷った心がね、分かった、姿勢がいいねってこと違うんだよ、なんかあったら、なんかほら、やっぱその普通に就職するか、うん、バンドマンやるかっていう、結構狭間期にいて、そう、あと就職がね、あったんですよ、4年生だったから。そう、で、そのなんかものすごい葛藤、あんまり表情出さない彼でもなんかこう、にじみ出てくる何かあった時に、なんかノロ君がね、一言ポコンって言ったのがね、ツツってツーンと入ったんだよ、バスって。そしたらコロッと状況があって、なんだろう、なんだろうね、本来なら彼はもろどっかの商社かなんかにいる人かもしれないんですけど、もしかしたらね、だからすごいです、なんか思い出せないんだけどね、あんまりそうプロでこう音楽でやっていくっていうのがこう頭の中になかったんですよね、昔から。そう、それで桜井さん家でね、今神保君が遊びに来てるから来ないとか言うから行ったの、うん、で夜ずっと喋ってて、あ、そうだね、で俺喋りながらね、うん、酔っ払って寝ちゃったのそれが原因かな今でも変わってる。いや、すごいね、あの桜井君がねこう梨をこう器用に剥いて出してくれたのを、それで入ったんだよ。いや違う、俺絶対なんかあるんだよ。すごい器用に梨を剥くんですよね。これはもう神保君やっぱり感動したじゃないの。ミュージシャンになると梨が器用に向谷君の家に遊びに行った時は、向谷君があのお菓子を出してくれたんですよ、ね、あ、その話か。あのハッピーターンっていうこうサラダおかきみたいな、ジンボ君これ食べなよって言って出してくれて、うん、あ、 ありがとうございますって言ったら、うん、自分でもバカバカバカ食べて
ハッピーターンのその包みがこんなに山になっちゃってほとんど一人で食べてる。いやだからね、きっと彼が入る人があったら表裏がないこの性格僕たち のそれのね表裏は作れないというか、うん、あこの人たち正直なね、うん、ちょっと言ってる人たちだなっていうところにねやっぱりこう素直な感動を覚えて、これで結構あのなんかこういろんななんていうのかな技を重んじるようなタイプだったらきっと来なかったと。言葉を浪したと要は単純だってところそうですか。なるほど。それが約、年齢にして28年ぐらい前？え？うじゃそんなことないですよ。20年弱。20年弱、うん。だって彼はだって2枚目3枚目でしょ。うん、マイキさんの。1980年だから17年前。17年前だね。28年前。いや18年前って言ったの。18年前。17年前。17、18年前です。そうそう。うんもうやっと2年来ましたね、さっき1年ね。そうだ、やっと来た。すでに大学はもうそういうことではあ、でもね、その頃のカシオペアってね、大学生2人いたから、ちゃんと試験休みがありましたよね、桜井さんね。そうそうそう。1月で試験休みに、あ、試験休みをくださいって言ってたんですよ、ライブの時とか。僕たち全然関係ないんだけど。で、ロサンゼルスにあのレコーディングに行った時に、うん、卒論やらなくちゃどうしようとか言ってた。教科書持ってったんだよ。桜井さんはね、賃金と経済整合性っていう うちの親父かなんかに誰か聞きに来たの誰だっけ、あ聞きに行ったかもしれない うちの親父に聞きに来たのそう知らないけど論文書くのでね、向谷さんのお父さんにねちょっと相談事とかちゃんと書いたの出したんですよ僕、うん、もう神保君はもう腹座っちゃっててもういいやプロになるからっつって出さないで、それでそうだゼミはだから卒論出さなくても成績良かった、あ成績良かった、あそうなんだ、あ優等生なんじゃない、ね、それに比べていやでも僕よりは数学よ僕よりは比較がな問題だね、比較が問題いやもうここは学歴社会じゃないからそうですよ、そうですよ、もう私はもうどうでもいいそうそう、のろごろくその2ね、うん、なんかね大学入るときに、うん、今日遊ぼうって感じとか言ったらいやこれからなんか入学金納めに行かなきゃいけないとか言ってさ、うん、で納めに行く途中で、うん、これやっぱり大学の入学金って結構あるじゃない、うん、これこのまま楽器を持ってったらレスポール買えるよなずっと言いつつあれ結局払いには行ったんだよね、持ってなかったね、買えばよかったよね、ほんとね、でもそれ買ったらよかったよね、きっと今から考えるうん、すっごい悩んでて当時18歳ぐらいでこんな金は持ったことがない、ほらまた戻っちゃったよ、あげるいや、ざっとそんなのよね、そうそうそう、thank you.
ったやっちゃった。OK です。ああね。音はまあちょっと前ロサンゼルスに録音しに来た時ってなんか部屋が水浸しになったとかそんなのあれ違ったっけ？あ、それはね最初の時、あなんか意外にトラブルあるよね。トラブルあるね。部屋はね、うん、でも僕が知ってる限りでやっぱりあの身体的トラブルっていうかあのやっぱり桜井さんがね、あ病院病院俺なんとか一緒についてたよ病院、あ結構海外のね、そうあの腱鞘炎になっちゃったりとか、ね、腱鞘炎になったりとか、コンタクトがカイロプラクティックにブラジルで連れて行ったりとか、整形外科に行ったらあのほら日系ブラジル人の医者がさ、そうそうそう、あの片言の日本語 でこうどっちが痛いんですかって言うからこう右右とか言ってやってて左直そうとしたりとかさ、そうそう、あれは痛かったね、首曲がんなくなっちゃった、そうそうそう、ブラジルってあれ結構移動が長いじゃないですか、ちょっと飛行機で首寝違えちゃってでライブがあるからその筋違いちょっと聞いてくださいよね、ステージがあるから直さなきゃいけないっつってカイロの先生探してくれって言ったら柔道のなんかこうなんかね結構先生みたいなのが出てきてパンツになりなさいみたいになって「おお」ってそこから始まったんですよ、なんかバカバキバキってな、それが言ったっけ治ったんだから治んなかったんだか分かんないぐらい、ニューヨークでさなんかさ危ない病院行ったことある、あれ危なかったのなんであれ行ったんだっけ、自分で思い気になるコンタクトレンズが合わなくて目がやられた、目に傷がついちゃった、あそうだ、うん、あれなんか撮影してコンタクトを目に入れたんだよ、そうセントラルパークで色のついたコンタクト入れてそれでなんか撮れなくなっちゃったかなんかね、あのボツった MTV ね、そうね、そうしてそのニューヨークでねそう行った時ね救急病院だったの、うん、で僕は目がこうコンタクトがとか言ってんだけど、うん、救急病院だからなんかこう血だらけの人とかすごい人たちが待合室にいるんですよ、今でいう ER っていう感じ、そう、うわーとか言ってなんか急患だとか言っておーみたいな人僕は目がとか言ってそうそう、すっごい世界だなっていう感じ、あこれの時かな、これその時かもしれない、ね、あそうそう、はい、ね、これであのほら何年でしょうか、セントラルパークを中心にほら撮影したじゃない、あプロモーションビデ ビデオ世の中に出なかったやつね、ボツっちゃったやつ、あれもすごかったよね、すごい演技指導があるんだけどさ、うん、こんななってこんななったところでこんななった顔するやつとかねいろいろあるんだけど意味も分からずそういう顔しろって言うからこんな地べたの下からこんななったりとかねなんか海辺行ってこんななったりとかしてて全部繋いで作品見たらもう吐きそうになるようななんだこれみたいな、あれ無駄だったね、あの撮影は、ね、無駄だよね、でもみんなとにかくお願いだからこれをオンエアしないでくれって頼んだんだよねまあ、ものは試しって感じかな、なるほどね、え、それ外人これ何年ロースでもハリウッドが何だと思う、あ僕でもその監督にね、お前は演技が上手いって言われたどこが上手かったのあれは、ね、何が褒められたそう、そんな顔してる、不変な顔してこう見上げるその演技が上手いもう俺全然不条理な世界で分かんなかったもん、あれそうだ思い出した、あのね桜井君はね撮影もう終わったと思って髪の毛切っちゃったの、でもそれでねもう一つ取り残したシーンがあるって言われてカツラ屋行ったのそう思い出した、それが全然ニューヨークでねカツラ屋行ってね、いやそれ全然合わないの、合わないの、全然茶色かなんかじゃなかったっけ金髪かなんかじゃなかったっけしかも帰る前の日かなんか帰る前の日、もうやっと休めると思ったら僕とね、ジンボが海外さんで追加の撮影があるとかね、そうだ、2人で残ったんだよ、そしたらもうカツラ屋行ってこれ被れっつって、そう、それでそのシューティングしてから帰る場面になっちゃったもうこんなんなんか、全然カツラかぶさでそれがまたさ、前後の撮影カットから繋がると全然違う全然違う髪型なんで、ね、もうだからそれだけでもボツみたいなさあれいいね、そうだね、見てみたいね、まあ、今やったらいけるかもしれない、面白いかもしれないすごいこと思い出しちゃったな、あでもね、ニューヨークはね3回行ってんだよレコーディングでね、その後にも行ってるんだ、うんうん、その多分ね、あとだ、あとだったんじゃないかな、この時はね、もう1週間ぐらいしかいなかった、あこの時はそうか、えダウンアップビート全部作ったんだよ、うん、だからもうスタジオライブの形式で一発撮りして、で、ああじゃあ違うわ、なんだろう、だからね、クラッチだね、10日間ぐらいしかいなかった記憶が錯綜している箇所、あれなんだろう、アルバムを順番に並べた方が分かりやすい、あ、待って並べてるうちに番組終わった
ちょっと長すぎるよこれ。ちょっと待ってね。今83、2年、3年まで行ったんだよね、やっとな。あ、これあったよ、ほら。あ、あった。はいはい、これとこれとこれが一緒でしょ。あと8個ぐらいに。これがちょうどそのニューヨークでやった。最初にニューヨークで作ったやつをリミックスして。これとこれ、これ同じだよね。これとこれは。あれもう一個次なんだっけ。これが初めて。次はね、カルロス・アレマーにやってもらったね。あ、33だ。三三じゃないな、やっぱ俺ダウンアップビートの気がするよ。この時やってる気がするな。あ、これだ、これこれ。やっぱそうだ、やっぱ俺じゃない。じゃあその10日間の中でやっちゃうな。もうちょっといたんだよ、それで。10日間の後に撮影したんだ。そう、撮影したんだ。3日間ぐらい。突然電話かかってたの、東京から。そう、2週間だ。そう、うん、で、突然電話かかったの、東京から。そう、社長から。社長からね、ビデオ作んないとか言って。で、みんなでね、やだ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 って言ったの。ハリウッドからなんかその有名な監督連れてきて、どんなどんなって言って。突然そうやらざるを得なくなった。で大反対するの。だから庄司君がいたのはその後の後か、このこの後のレコーディングで、ね、うん、もっと余裕があったよね、だって。そうそう、もう少し顔に。サンサンの時、プラチナムの時、サンサンの時だね、多分。そうだ、カルロス、カ、あ、カルロスアロマね、うん、あ、カルロスアロマね。でプラチナム、そう、じゃあサンサンだ、うん、サンサンかその後のプラチナムかどっちか。みんなでサン、いや、カルロスアロマってサンサン話に出てた。スタジオでサンとか言ったでしょ。だだだだ、サンあとコンジャンクションって、その発音が上手くないって言ってた。何度やってもダメだって。でも僕はね、上手いわかった、わかった、演技が上手くて発音が上手いわけだな。ちょっと皆さん、何か機会があったらこのビデオ見てください。そのなんなんだろうな、なんなんだろうな。会話を途切れた。順番も、順番めちゃくちゃだったね。めちゃ忘れちゃいましたね。もう全部で何枚ぐらいなってんですか、今もカシオペアは。カシオペア、カシオペアはなんか29枚ってセット、29枚なんだ。29ぐらいでしょう、多分。僕らが、僕が抜けた時で17枚ぐらいだったのかな。プラチナムワールドライブだっけ、パーフェクトライブ、うんうんうん、で、ユーフォニーっていうのを出して、それでスタジオ版終わりだね。フルカラーアクティブ、アクティブアンサーアクティブフレッシュ、あ、今30枚ぐらいぐらい。
そもギブアップとか言ってそもそも成瀬さんが参加するきっかけっていうのは誰のね、私いや最初ね、この2人で前から知ってたしね、どうしようって、どうしようって路頭に迷ったの。やっぱりいろんなことやりたいしね、これはやっぱ大先生に本体に出てもらうしかないなと、おっさん呼ぶしかないなということでね、で俺が電話して、そしたら最初ね、なんだじゃあベース紹介してほしいのかとか言うからね、そうじゃなくてそうだね、ベースの方は比較的まあそれでもう一本に決めてお電話したんですけど、うん、ドラムの方がね、なかなか見つからなくて、まあ、結構失格しちゃって、最初その電話もらって、うん、あじゃあやろうかなってすぐ思ったんですか。もうだからノロがさ、あの時はバンドやんだったら10年はやりたいとかいう、うん、そういうこと言う人っていないんだよね、あんまりね。あバンド続くもんじゃないし、やっぱノロうまいでしょ。なんかそういうことがあったんだよ。俺もじゃない時にね、なんかそういう殺しもんがあったんだよね。まあ、ええこと言うなって、もうやってみるわって、うん、でその後桜井に電話してね、桜井、うん、そういう話来たよとか言って、とか言ってたよな。何年かしたら持ってこいよとか言って、いいんじゃないですかつって。そうだって成瀬さんとはちょっとなんか縁があって、成瀬さんがもう大昔にやってたバンド、あ、違う違う、うちの兄がいるんですけど、うちの兄貴がやってたバンドで、うちの兄貴が抜けた時にやっぱ成瀬さんが入ってるんですよ、そのバンドに。バンドシーンだよね。28年、5、6年前。ハードロックバンド。そう。で、今回またなるほど。ね、縁があるよね。で、誕生日がまた一緒なんですよ。誕生日一緒、生年月日が、うん。だから成瀬さんだったら安心だなって。生年月日だって。でね、だから年に 1,2 回は会ってたね、カシオペやってる頃。うん、それでニューヨークの話とか夜の話とか聞いたりとかね。何ですかそれは。なんだろうな。だその頃は成瀬さんのセッションに遊びに行かせてもらってたりしてたんですよ。よくツインベースでやってもらったとか。そうあのラビューデイバイデイをやったりとかね。そう。歌ったのあれ。金子麻里さんに歌ってもらったりって。それじゃあ安心だね。別に俺そこまで言ってないけどな。この先生だったらもうカシオペも大丈夫だ。なるほど。ね、安心して、ね、ただもう7年、8年目か。そうだね。やっぱあとじゃあ3年は持たなきゃいけないね。大変だな。そうですね。もうだいぶ7年だもんね。いやでもすごいよね、バンドで続けられると難しいからさ、うんね、普通さやっぱりバンドこうやろうやって盛り上がっても大抵なんかでポシャっちゃうじゃん。でそんなもんかっていうのが多いじゃない、やっぱり。それでもね、こうやるっていうかさ、まあすごいよね。証拠にもなく、証拠にもなく、大したもんだと思う。継続はね、継続は力なりね。ねうん、そのバンドにこだわるっていうのは何か あるのかな。やっぱりね、どこ行っても同じ音が出せるっていうのがあるよね。ね。やっぱその都度、まあそのいろんな音を出したいっていうのも一つの考え方で、それはやっぱほら自分のソロとかそういうのでやればいいと思うんだけども、うん、やっぱほらそういうガチッと。そういうのがあると、うん、もうどこの国行っても同じことができるっていうね、うん、そういうあのメリットっていうのかな、うん、バンドサウンド、うん、これがやりたいんですっていうのがそのまま出せるっていう、うん、その辺向井さんどう思う、うん、やっぱりあの同じことずっとやり続けてるから飽きるんじゃないかと思われがちだけど、うん、全然そんなことないですよね。例えば今日の演奏なんかもそうだと思うし、やっぱりそのなんて言うんだろう、かえって手の内分かってるだけにやりがいがあるっていうか面白いっていうか、じゃあこうちょっとこういうふうにやってみたら面白いかもしれないとか、そういう新鮮味があるのがいいのかもしれないですね。全然飽きないし、それからやっぱり自分なんかのいろんな弾ける、一人の例えばキーボードプレイヤーが弾ける限界のいつもギリギリのようなところをプログラムチェンジとかずっと求められてるじゃない。だからそれが結構時にはリスクなんだけど、でもやっぱその緊張感があのいいのかもしれない、うん、だあれないって。ただ僕ね、あのなんかのセッションかなんかで何にもやんなくてピアノだけでもいいっていうのをやった時にね、すっごい物足りなかった。俺これだけやってりゃいいのかなって言って、うん、だからそれまあもちろんそれでいい演奏しなければいけないわけだけど、でもやっぱりそのカシオペアの大半の曲ってそういう部分でいろんな色を変えていくっていう作業を自分でやってるのも面白いし、うん、なかなかこれは人も真似できないことだろうなって自分の自負もあるし、うん、そこがやっぱりあの面
面白いところじゃないですかね、うん、そういう意味じゃほら、まあ、奈良さんで7年これで7年目あの、まあ、8年目かで、まあ、8年10年だなずっとやってきてでそれこそほら16ぐらいからやってるわけじゃない一緒にさ、16、17から、うん、そうするとこうある程度こう、まあ、継続とは言いつつもお互いの手の内ってのがさなんとなくこう分かってもいるわけでしょ、うん、そこら辺緊張感を保つのって難しくない？いやでもね、うん、ずっとやっててもね分かんない手の内ってありますよ、うん、あそう、うん、理解できない部分みんなあるんだよねなぜそう来るかって、ね、それは絶対そうですよだから突然変異もあるしね例えば なんか突然こんなことやっちゃったってことも今でもあるしあ、うん、でそれが面白くて面白くていろいろやってるうちに周りの人があれ何やってんだこれっていうふうになることもあるし、うん、だからそれがずっと続くんじゃないですかそれはそういうネタがなくなってそういうのができないと逆に続かないのかもしれないけどジモさんどうでしたそういうのってバンドサウンドっていう構築していくっていう、そうですねあの僕はその20代をずっとあのカシオペアでもうカシオペアの日々だったんですよね20代は、うん、それで30を境にカシオペア離れてでまたその7年くらい離れて今年からまたサポートという形であのすごくあの親しく付き合いさせていただいてありがとうございますかやっぱりもうあのなんていうかなあの素晴らしいバンドなんだなと改めて思いますねこうまずね野呂さんと向谷さんのこの連携プレーっていうのが別にあの打ち合わせしてるわけじゃないんだけれどもそのもう役割がこうバシッと決まってるんですよねお互いがこうソロ行ってる時はギターがこうキーボードパートをサポートしたりとか、あのキーボードがソロ行ってるとあギターがソロ行ってる時はキーボードがギターパートをフォローするってそういうのがもう暗黙のうちにこうビシビシッとこう出来上がってて、それがもう見てて小気味良いんですよね。小気味悪いって言葉もある。小気味良いですよね。それであの。あの成瀬さんが加われてって変ですか、うん、なんて言ったらいいのか入っちゃってからはいでその成瀬以後と以前と僕両方知ってるわけです以後と以前でねあの成瀬さんの存在っていうのはすごくね、うん、あの大事な存在だなとまたこう改めて思ったんですけどそれ私は大事じゃなかったそういう意味じゃないんですよそういうとあの語弊があるんですけどやっぱりその僕らが抜けた時期っていうのはある意味でそういうバンドのそういうあのなんていうかな結構こう節目みたいなのがあったよね節目があったんですよ、うん、であれやっぱりあの時期はいろんな問題があったんだけどやっぱりこう別れるべくして別れたんだなっていうのが、うん、あの今にしてみれば思うんですけども、うん、風に吹かれた時期ってかまた難しいことを言ってるし成瀬さんが入られてこうバンドの中 の, その空気のこう流通っていうのはすごく良くなったなんですよね、うん、僕らで4人でこうずっとやってってこう最後の方は結構こうあの金魚鉢の金魚がこう酸素がなくなってちょっとこうパクパクしてるみたいな感じがまあ自分の中でイメージがあったんですけど、うん、でまた7年ぶりにこう一緒にやらせていただいてすごくこう新鮮な空気が体型も変わったからね、体型もやっぱ体型だろ体型でやっぱり体型でドムに人間が大きくなったのかもしれないそうだねWe'll be right back.
なんかこのカシオペアっていうバンドってなんか日本人のそのならでは の音楽をアンサンブルでこうみんなでまとめてってこうチームプレーで勝負するバンドっていう点ですごく日本人らしくて、なんていうんですか、あのもっと個人主義じゃないですか、欧米の人たちって。そこをこうなんかすごくアンサンブルで固めてて、役割分担ちゃんとしてて、でいい曲があってやってる、なんか稀に見る継続してるバンドじゃないかなと思います。こいつはどうも。ほらほら。そう。ポリポリ。面白かったのは、前僕がやってた曲をね、成瀬さんがやってるんです。そうすると他の3人の手の内はある程度見えるんだけど、成瀬さんはのやってるパートは僕は自分のやってたパートで聞いてるんだけど違うんです、やっぱり。ティム。グラハムさんにやってるわけだから。いや、ちゃんとコピーしましたよ、オリジナルの。いや、現役さんは違うなと思って。現役さんとオリジナルさんよく分からなくなっちゃった時に。でもね、そういうことを感じるよね。そう、だからおかしかったな。みんなこう突出したソリストなんだけど、割とこう、この、あの突出したソリストね、得てしてそういうのが集まるとこうなんかこうせめぎ合いになっちゃうんだけど、せめぎ合いせめぎ合い、煽り合いは煽り合いでいいんだけれど、こう割となんか一人出てる時には割とこう、しょうがないサポートに入ろうみたいな、こうグッドなサポートにこう一生懸命入るじゃない。あの辺がなんかこうバンドサウンドになる秘訣のような、やっぱ曲はそういう曲だもん。うまいね、出るに出れない。結構ピシッとね。そうそう、出れない。いや、だってもうプログラムチェンジ、プログラムチェンジ。だからそれがすごいよく、いい方に作用したんだよね。それがカシオペアの個性でしょ。そうだよね、とにかくね、あのその新しい今日演奏したゴールデンウェーブっていう曲でもストリングスチャララーシャーンチャッチャってこれで音違ってるわけですよね。だからそれってやっぱりそのなんていうのかな、それがもうノロさんは曲を作ってきゃもうそれができるって分かってるから、こっちも絶対やってやろうと思う気持ちになるじゃない。だからそれは大きな負担にならないんだけど、でもやっぱりその安全性っていうことを考えて、お金を取って安全性って考えるとこんなに緊張感が高いことはないわけですよ。だからそっちの方がやっぱりあの特にテーマ部分はサポート回るところが、それを安定的に演奏するにはどうしたらいいかっていうのがかなり頭を使ってるよね。で本当にギターソロなんかのバックになるときは楽なんですよ。もうそっちはもう本当についていけばいいからって感じ。だからそこのところがね、やっぱりこの曲のアレンジっていうのはすごい精密にできてるんで、まあそういう点でその突出したソリストのぶつかり合いって曲もないことはないけどね、でも全体的にはやっぱりある程度の段取りを組んで練習しておかないと演奏できないっていう、まあその練習をしないとできない音楽になってるところがミソなんじゃないですかね。やっぱりあれですよね、4人で出てくる音よりなんか熱いですよね。例えば4人のメンバーで4ピースのバンドのセッションじゃ絶対ならない音楽を作ってる。やっぱバンドならでは その意味があるよね。最近はね、皆さんもこちらのギターの方もベースの方もシンセサイザーのお使いになってますからね。さっきも誰が何を何の音出してたか分かんないもんね、一緒にやってて。カメラの人は大変ですよね。音が出てる分にはベースかなと思うとギターだ。シンセのベースをくださいって言ったらベースのシンセなんですよ。どっちですか。どっちは分からないですよね。でなんかこうブヨヨヨンとなってるからギターかなと思うとベースがこんななって。違うだろうみたいな。
返しできたら渡辺克実だよね。じゃあ本当はどっちがいいの今日。どうも、あの先生の弟子です。お願いします。前に書いてさせていただきました。あの興奮してます。はい。知らない人は全然面白くないですね。これスイッチ入れるとこれ立候補スイッチがつくんですね。これこの M リアルだったね、これなんか。そうそうそう、これちょっとですね、やっぱり。やっぱこっちが向いてるよ。なんか水を得た魚って感じだね。これ編集大変だね。これ編集大変だよね。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。いやいやいや、どうも。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。